今回振り返るゲストはですね、以前出ていただいた沖縄県でキッチンスタジオ泉で琉球創作料理教室やテーブルコーディネート教室など20年以上主催される前城泉さんを振り返っていきたいと思います、まずですね、その前城さんの3つのポイントを挙げていきたいと思います。1つ目に琉球料理、2つ目にテーブルコーディネート、3つ目に他者の喜び、この3つがポイントとして挙げられました。それをまとめたラベリングとしては、おもてなしを追求し続ける琉球料理人、そういったものかなと思います。理由としては、前城さんは沖縄県で長きにわたり琉球創作料理教室やテーブルコーディネート教室を提供されています。そんな前城さんの思いの一つに、おもてなしで喜びを届けたい、そういったものがあると思いました。その中には、自分が提供するもので相手が笑顔になることに喜びを感じるというものがあると感じました。そんな思いを持ち活動される前城さんは、まさにおもてなしを追求し続ける琉球料理人だと感じ、このようなラベリングをさせていただきました。ひーちゃん、この4回通して実際いろいろ話を聞いて、どういうなんか印象というか。もともと北部に名護に住まれてて、小さい頃から瀬岳の出身でね、だからその環境、環境に本当に育てられてきて、でまた戻ってきて、またそこに、なんていうんですか、なんていうのまた還元するっていうね、な生き方っていう感じで、かっこいいなと思って、なんか今回のその前城さんのこの全体を通して、本当になんかストーリーになってて、全部つながってるね。本当にいっちゃんが今言った通りに、元はその原体験というか、その元になっているのが本当に今言った元々の地元の名護市瀬岳で、そちらで、元々こう自然豊かな土地で、すごい人のぬくもりの中で育ってたっていう場面があって、その中で大きな、なんて言うんだろう、影響を与えているお父さんの存在。お父さんは草木で、なんだろう、例えばかさぶたがあればその草を煎じてそこにつけて直したりとか、その薬草とかにも詳しいというのがもともとあって、と思えばその地元でこの豚とかをしっかり潰して、その無駄なく全てをしっかり使い尽くすっていう、ね、ラード作ったりも、そう、それも話してね、このラードっていうのも私たち買ったことないよ、豚をその一頭使うときには、その出た油を一回この土鍋に入れて、コト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 煮て、でそれがまた置いていたら固まるから、その固まったものを瓶詰めして、それをずっと使ってたんだよということで、そこまで使うんですかっていうね、なんか沖縄の地元の食材、もともと自然にあるものを無駄なく使って体にいいものを作ってるっていうのもすごいし、あとなんか自分面白いなと思ったのが、嫁ぎ先で長男嫁で、あの沖縄独特の仏壇とか絶対するじゃないですか、でああいうのって結構やっぱ大変って思う人とかが、大変っていう話をよく聞くけど、もうそれをどうせやるなら美味しい料理作って喜ばせたいっていう、もう本当最初は家庭の中から始まってるおもてなしから来てて、今このみんなに還元してるじゃないですか、それもなんかもうとても面白いなと思って、本当になんか元々はなんかその自分の身の回りにあったことを広がっていってるだけなんですよね、前城さんの話聞いていくと、そこのなんかクオリティがどんどん上がっていって、どんどんそこに人が集まってきてみたいな、本当にそのなんで おもてなし、親戚にまずおもてなしするのが多分スタートだったって話していて、なんか結果ね、人がどんどん集まってきて、あの泉が作るの美味しいからってみんな親戚が集まってきて、で、ね、っていう話が始まって、でなんか人が人を呼び、でまたなんか自分が必要とするときに必要なものが、とかお金っていうのが結果なんか集まってきて、そこに動けるっていうのがまたね、すごいなんか面白いなっていうふうに思いましたよね。でそこで結果的にですね、実はまあ番組内でもご紹介したかな、しただと思うんですけど、資格自体が半端なくて、その生け花、草月流だったかな、草月流師範、でテーブルコーディネートの
講師も持ってるし、あと日本食育インストラクター1級持ってるし、あとは中医薬膳指導員という、これを見た時に単純に感じたのが、もう本当にバランス半端ないと思ったんですよ。バランス、例えば琉球料理を出す時点で、そもそもあの2人 の, この琉球料理とか料理の料理教室にずっと通われて、この徹底的にその琉球料理を家庭料理から叩き込まれながら、さらにその琉球、料理教室に通って、その先生たちを徹底的に学んでですね、自分のものにして、さらに創作っていう風に昇華させてるんですけど、でその中で結果的にまだ足りない、どう見せるか、もっと喜ばしたいというところで、結果的にそのテーブルコーディネート、そこに行き着いて4年間通うところを2年で沖縄から内地東京でしたかね、に通って取ったというところで、でさらにそのどうせ食を提供するのがやっぱり食育、食べ物とはどういうものなのかとか、まあ、子どもたち含め、まあ、あとはなんか子どもたちじゃなくてこの親世代、そこにもいろいろその食育という形でいろんな知識というかね、そういうものを広げてると思うんですけど、 あとはこの中医薬膳指導員、そこで結局食べ物自体の本当にどういったものが体にいいものなのかっていうのがね、そこの知識とか技術を持たれてるっていうところで、それを振り返っていくと、全部さっき言った背だけの原体験に振り返っていったら全部あるんですよ。それがなんかね、結果的になんかまあ分かりやすく視覚化されていて、すごい面白いなと思うんですけど、でこのなんかテーブルコーディネートの話も、最初の打ち合わせで伺っていった時に、実はもともとはそのいけばなっていうのを、家族がねやっていて、結果的にもう やらざるを得なかったと、やってたらあのもう自分の身になってたということで、そこが面白いし、そのいけばなの いろんな、ね、流派ってあると思うんですけど、その、前城さんがやってるのは本当バランス型、どういったスタイルにも合うようなものというところで、なんか全部が、なんていうの映画みたいに仕組まれてんじゃないかみたいな感じでね、結果的にそういう風に落とし込まれてたので、すごい面白いなと思いますよね。だからあれなんですよ、教室で前城さんの教室は結果的に料理とこのテーブルコーディネートは別々になってるんですよね、うん、別々の教室で教えてるんですけど、結果みんな両方やってるって言ってたんで、でしょうねと思いますよね、うん、テーブルコーディネートだけ習ってる人たちは、あれなんかこれここまで側全部作れて、最後のワンピースができないわけですよね。やっぱそう、ここやっぱ習っとかなきゃってなるので、なので結果的に、あ、ちょっと先生料理教室の方もよろしいですかってなると、そうだよね、でも 5,60 人今いるって言ってたので、うん、生徒さんが、うん、もうこれ以上無理って言ってましたね、うん、なので多分やるんだったら、うん、本当に早めのお問い合わせ必要かなと思いますね、うん、なんかそういうのが話聞いて、いっちゃどういう感じをなんか受けてたの、印象なんか食って言って一つの感じでも一つだし、うん、一つのことなんだけど、うん、すごい視点から、うん、あの見てるんだなと思ってて、この食事の口に入れるものの何ですか、あの栄養とかだけじゃなくて、うん、なんか地元のものとか、うん、もう本当に食口に入れるものだけでもいろいろ細かく研究されてるし、うん、見た目、うん、とあと一番印象的だったのが、うん、この空間 の、 あの音楽まで、だからなんか確かに味とかも、うん、視覚とか聴覚とかもいろいろ使って、うん、すごいなんかおもてなしを作るっていうのを、うん、わーと思って、なんか五感をね、うん、フルで使うっていう、うん、本当にすごい、だからそこを意識されてるんだなっていう感じですよね、うん、であとはね、もうなんかやっぱ先生が、うん、かわいい。あの本当にこの SNS でもそうなんですけど、もうおしゃれな人だなってすごい思ったんですよ。で実際お会いしても、やっぱなんて言うんだろう、おしゃれでね、服装から何から、かっこいい、なんていうの、こういう風に年を取っていきたいなっていうような思えるような、なんか大先輩になったなっていう感覚ですよね。でなんかやっぱり今回やっぱすごい感じたのは、なんかやっぱ一つのものとかからなんか
一つのことから始まって、別に一つを極めるのもいいんだが、なんかこれからどんどん発生していろんなものをまた極めていくと、結果的に自分の形になるというのがなんか、またなんかそういう形もなんか学べたかなというのはすごい感じましたよね。はい、というところですね、まあ、今回振り返っていったゲストは、まあ、前回、以前ご出演いただいた沖縄県でキッチンスタジオ泉で琉球創作料理教室やテーブルコーディネート教室などを行っている前城泉さんを振り返っていきました。以上になります。はい、前城泉さんへのご連絡先はお電話番号 090-9564-4481、 Google 検索でキッチンスタジオ泉で検索しますとFacebook や Instagram へアクセスできますので、そちらから DM にて行うことができます。 LSM レディオの YouTube 概要欄からもご確認ください。本日は以上になります。 See you!